イデオンチャンネルです。本日も新しいテレビくんとテレビマガジンが発売されましたので、付録を確認しながらレビューしていきます。まずはテレビくん、今回は2014年6月号、定価は690円です。表紙は特急ジャーと外務がメインなんですけど、ウルトラマンビクトリーが前面に出てますね。これは7月から放映される新しいウルトラマン銀河の新キャラクターですね。そして付録はまずガンバライジング出陣の書、これを開けるとガンバライジングの遊び方が書いてあります。新しく始める人用に丁寧に説明されてますね。途中からは大怪獣ラッシュの解説も書いてあります。それとロックシード金剥がし、このゴールドの部分をセロテープで剥がしてアーマードライダーを見つけるとプレゼントに応募できます。表面と裏面、さらに外務のトントン相撲、土俵とアーマードライダーがセットになってますね。完成するとこんな感じ。ライダー以外になんとオーバーロードもいます。これは結構楽しそうですね。次は立体ジオラマフィールド、これを袋から出すと超巨大なフィールドマップが出てきます。これは本当に大きいですね。レインボーラインとかシャドーラインが描かれてますね。質感は普通のビニールです。もう一個の袋を開けるとガンバライジングカードと大怪獣ラッシュのカードが入ってます。表面と裏面、両方ともテレビくんオリジナルカードですね。さらに厚紙が大量に入ってて、これを全部作るとフィールドで遊べるこんなおもちゃが完成しますね。しかもまだ発売してないポリス列車とファイヤー列車もいます。もう机の上が付録でいっぱいになるくらい爆盛りセットですね。そして中を見るともうすぐにウルトラマンビクトリーの解説が書いてあって、ウルトラマンビクトリーはウルトライブじゃなくてウルトランス、右腕を怪獣に変化して戦うんですね。これはまた銀河と違ってかなり面白いです。その他には特急ジャーの新しい列車の説明とか、仮面ライダーの新オーバーロードの説明も書いてありますね。機械弾のことも少し書いてあります。付録がいつも以上に多いですから、内容薄めかなと思ったら今月もいろんな情報が載ってますね。表紙をよく見ると小さく夏の映画の新ライダー黒影なんですけど、これは黒影新ですね。次はテレビマガジン、こちらも2014年6月号で価格は756円。そして付録はテレビくんに比べるとかなり少ないんですけど、まずはテレマガ初オリジナル DVD、 これも早速見たんですけど、なかなかの盛りだくさんの内容で、チケットくんが解説する特急ジャーのすべてとか、過去に登場した列車型のいろんなメカの列車図鑑も収録されてます。いろんなパートに分かれてるんですけど、全部見ると1時間ぐらいありましたね。そしてもう一つはジャンボカード下敷き、特急ジャーのいろんな列車プラス合体後の姿もいろいろ載ってて、裏側は発売済みのロックシードからまだ発売してないロックシードまでいろんなものが載ってますね。まあ、オレンジとかパインとか定番のところからロックビークル、そしてエナジー系で昭和ライダーの全ロックシードが描かれてますね。その下には平成ライダー、これは何なんでしょうか。さらに特急ジャーのいろんな連結合体状態と裏を向けるとウルトラマンビクトリーウルトランス状態とかビクトリーの変身アイテムも載ってますね。今回は変形するんですね。これも早くレビューしたいです。そして本の中身は特急ジャーの闇の皇帝のこととか、恐竜ジャーの DVD の情報も書いてありますね。テレビくんお得意のおもちゃ情報が書いてあったり、5月23日にはタンク列車のクリアバージョンがつく特急ジャーと遊ぼう本が発売されるそうです。これは買わないといけないですね。ウルトラマンビクトリーの情報とか、外務の情報少なめなんですけど、グリドンとブラーボの大特訓特集が組まれてます番組情報はそんなところなんですけど、 おもちゃ情報はやっぱり多いですね。はい、ということで本日もテレビくんとテレビマガジンの付録の解説をしました。本日はテレビくんの付録の量がとてつもないので、テレマガは DVD がついてきてかなりいいんですけど、今月号はテレビくんの方が楽しめますね。動画が終わったらアーマードライダーのトントン相撲を作って遊んでみたいと思います。以上、テレビくんとテレビマガジンの2014年6月号の紹介でした。